ヤッホーミルキーです。上野でね、新潟物産展をやってて、こういうのを見つけました。イゴネリ、今日はこれを食べながらビールを飲もうと思います。ということで、イゴネリを切ってみました。こんにゃくですな。とりあえずね、酢味噌をつけて食べるらしいんだけど、これだけでね、ちょっと始めてみます。ひじきだ、海藻だ。なんか喉がピリピリするんですけど、海藻だね。酢味噌のついたところ。ってことで、今日のビールはこちら。ビールも新潟物産展で買ってきました。真面目に作った真面目ビールを今日は飲んでみようと思います。ジャパニーズライスビアって書いてるから、これはお米で作ったビールなんだね。このね、なんでしょうね、トロンとしてる。いわゆる白ビールの白さではないかな。ってことで、本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。久しぶり。おー、まろやかですな。お酒のビールっていう感じはする。する。なんでしょうね。米がね、全面に出てる気がする。白ビールは白ビールなんだけど、でもそっか。白ビールですもんね。でも、私はなんかね、米を感じるよ、これ。ちょっと米の研ぎ汁っぽいかな、みたいなね。そういう濁りもあって、いいかもしれない。おいしい。ところでですね、私、これ、ガンサバチャンネルって言って、チャンネルの名前を変えて、生まれ変わるんだって言って言いましたが、生まれ変わるにはね、結構なかなかね、時間がかかるなっていうことに気づきまして。でね、真面目に作ろうと思ったらなんかね、これじゃあかん、もう一回撮り直しとかつって、なかなかね、動画がね、撮れなくなっちゃったんです。撮れなくなっちゃったというかね、撮ってもね、こう、ボツにしちゃったり、こんなのあかん、みたいなね、陶芸家だね、これもう気に入らない、バン、みたいな、そういう状態になっちゃったんで、それじゃあね、ちょっとつまんないなと思って、とりあえずね、生まれ変わるのはもうちょっと後にしようと思います。ってことでね、今日は物産展で買った、この、なんだったっけ、名前忘れちゃった。海藻コネをね、食べながら、今ね、真面目なビールを飲んでおります。真面目といえばね、私も真面目なんですよ。よく見てください。じゃじゃーん、終了証書。ね、いろいろやってんですよ。行政書士、取引申請、なんちゃら、かんちゃら。終了しました。こっちのね、行政書士の勉強も地味に続けておりますよ。なんかほら、もう今はね、国内旅行は自由に行けるようになったけど、それでもね、上野の人だかりはね、半端なかったですね。結構やっぱりああいう物産展っていうのを人を呼ぶんだね。で、私みたいなのをちょちょっと覗いたらすぐ買っちゃうし、本当は日本買いたかったんだけど、日本買ったら今日日本飲んじゃうんじゃないかなと思って、怖くてやめました。本当にね、元がん患者とかね、今がんになってる人とか、これからがんになるかもしれないあなたへ送る情報番組っていうことで本当にやろうと思ってるんだけど、喋ってると、どんどんね、ベラ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 喋って面白くなくなっちゃったからね、考えて喋るようにしてます。おめでとう！あ、Thank you！なんか録画してた。あ、全然大丈夫。これ食べてみる？なんすかそれ。めっちゃ食べてみたい。なんかね。なんすか？なんだろう。こんにゃく？これだけ食べたらね。ただの海藻。ただの海藻。
食べる量が減ったからここへこんだかな。なんかここで腹を見てる人がいますよ。おにぎり食べるから。おにぎり食べるから。ゆこちゃんの感想は、これは何だったっけ。海藻。海藻だよね。海藻でございます。海藻です。ということでね、今超久しぶりに動画を撮ってたんですよ。何向けの動画ですか。普通のビールのやつです。ビールのやつ。あのガンザムチャンネルってチャンネルの名前を変えたら、うん、真面目に話そうと思って、うん、なんかこれダメこれダメって言ってさ、うん、動画撮ってはボツ撮ってはボツ。やだ、あの陶芸家みたいになってたの。陶芸わかる。こだわりが出てしまったんですね。バーンバーンみたいな。え、何が起こんねやみたいな。周りからしたら、うん、そんなんしてるうちにね、どん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 撮らない期間が長くなっちゃって、うん、それでこの間ライブやったんだけど、はい、ああやってましたね。あの生まれ変わるのをね、もう少し先にするっていうことを果たして生まれ変わるのはいつでもできるからね。なるほど。そう、それビールなんですか。青いやつは、これはね、今日ね上野で、うん、新潟店をやってて、はいはい、ちょりっとこう覗いたらこれを見つけてね、綺麗なビールボトル、ダイスビール。濁ってますよね、でもビール自体は。味見する。いや、やめときます。やめときます。明日お仕事あるんで。明日お仕事ですって。私もですよ。ということでですね、こんな感じでまたね、前のように続けていこうと思います。はい、ガンサバチャンネルって名前変えたんだから、ちゃんとね、情報番組にしようと思ってるんですけど、まあそれはね、あの、いつかどこかで変わるかもしれませんよ。いやでもそうやってなんだろう、サバイバーの人がね、お酒楽しんでね、そうそう、おいしいって言ってるのが一番だと思います。そうなんですよ、うん、そうなのよ、そうなのよ、そう、味覚が生きてるの最高だから。でまたね、たまにライブとかするので、あの、うん、よければまた遊びに来てください。ってことでね、本日のビールは真面目という名前、真面目に作った真面目ビール、真面目ビールでございました。マジマジビールだったんすね。そうなの。ところ発売元がね、JR 東日本新潟シティクリエイト。JR ついに酒出した。JR 酒出しましたよ。まあ頑張れ JR ってことですね。はい。ってことで、また過ごしましょうね。お久しぶりでございました。じゃあまた、See you! バイバイ。